175号では、右リアタイヤを組み立て、リアパネル、バンパー、リアサイドパネルを取り付けます。今回付属するパーツです。175号では、170号で取り置いたリアサイドパネル、171号で取り置いたバンパー、172号で組み立てたリアパネル、174号で組み立てた車体を使用します。はじめに、パーツ01のタイヤ A を、シャーシの右後方の凸部にはめ込みます。続けて、パーツ02のハブを、シャーシの凸部の穴に合わせておき、パーツ05のネジで固定します。次に、パーツ03のタイヤ B をタイヤ A にはめ込みます。次に、パーツ04のホイールキャップの凸部に接着剤を塗り、タイヤ A の穴にはめ込んで接着します。次に、シャーシの凸部4箇所に接着剤を塗ります。続けて、172号で組み立てたリアパネルをはめ込み、接着します。次に、シャーシの左後方部の凸部2箇所と、リアパネルの左側面の凸部に接着剤を塗り、170号で取り置いたリアサイドパネル A をはめ込んで接着します。同様に、シャーシ右側後方部にリアサイドパネル B をはめ込んで接着します。次に、バンパーの凸部に接着剤を塗り、リアパネルにはめ込んで接着します。これで、175号の組み立ては終了です。Shit.